グレン・トビアス・ヒーセンは、スウェーデンヨーテ手リ出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションはフォワード。トビアス・ハイセン、トビアス・ヒーセンと表記されることもある。元スウェーデン代表首相のグレン・ヒーセンを父に持ち、双子のサッカー選手、アレクサンデル・ヒーセンとアントン・ヒーセンは、異母兄弟。曽祖,祖父のエリックとそのおじカある祖父クルトも、サッカー選手だった。 外科系看護師の母シャシュティンと PSV アイントホーフェンやリバプール FC 等で活躍した元スウェーデン代表 DF の父グレンヒーセンの下に生まれ3歳下に妹のハルロットがいる妹が誕生してからほどなく両親が離婚しその後父グレンが再婚したことで双子のアレクサンデルとアントンと妹の兄を持つことになったまた幼少期は 父のサッカー選手としてのキャリアから故郷ヨーテボリからオランダのアイント方辺に移住していた。その後、イトコが所属していたこともあり、1986年にスウェーデンのウッブールスイフでキャリアを始め1988年まで在籍。その後、ルンドビーイフに3年在籍し、リンドホルメンで生活していた関係から、リンドホルメンス BK に席を移し3年在籍。 1995年から再び、ルンドビー・イフへ戻りで4年間在籍した。1999年から BK ヘッケンと契約し、翌2000年にデビュー。この年は1試合のみの出場に終わり、2001年には出場機会を増やすもクラブは2部へ降格。2002年は全30試合中25試合7得点と、中心選手として当格を表し、2003年も、 定期的に活躍していたが、シーズンを3位で終了した末の昇降格プレイオフで、GIF、スンツバルに敗れ昇格を果たせなかった。ユールゴーデン2006年8月にユールゴーデンイフで、練習する、ヒーセン2004年に一部のユールゴーデンイフへ移籍金200万、スウェーデンクローナの4年契約で加入。ユールゴーデンでの1年目で、イフックヨーテボリとのスウェーデンカップ決勝に到達すると、 ヨハン・アーネングに1得点を奪われたものの、ダニエル・スヨリュンドの2得点とマティアス・コンチャの1得点で、3から1とし、自身初タイトルを獲得。翌2005年には、1試合を除く29試合に、出場し初リーグ優勝を経験。それから1週間後に行われた、おとびダベリ FF とのカップ戦決勝を2から0で、静止に連覇にして、リーグとカップの2冠を達成。 初出場となった UEFA チャンピオンズリーグ2004から05予選3回戦、イタリアセリエ A のイベントス FC との第1戦で得点を挙げ、2から2で引き分けに持ち込んだものの最終的に2試合合計、6から3で敗れ、本大会進出を逃した。この試合を、非戦はアレッサンドロデルピエロ、ジャンルカザンブロッタ、ダビドトレゼゲ、ジャンルイジブフォンダとのマッチアップは、 キャリア最大の経験にして、絶対に忘れられないものと後に解雇している。ユベントスに敗れたことで出場することになった、UEFA カップ2004から051回戦、オランダエールディビジの FC、ユトレヒト戦では、第1戦で0から4で敗れるも、第2戦で、非戦は2得点上げる活躍を見せ3から0と、勝利に貢献するも、2試合合計3から4で敗れ、早期敗退となった。 また、2005から06には、デンマークスーペルリーガ、ノルウェーエディテセリエン、スウェーデンアルスベンスカンのスカンディナビア参カ国による、ロイヤルリーグで優勝を逃したものの、FC ミッティラントのクラウスケアー後と共に6得点を、上げ得点王に輝いた。ヒーセンは利き足が左足なため、左 WG として、キャリアを始め、スウェーデン代表でも、主に WG として起用されているにもかかわらず、 ユールゴーデンへ移籍してからは時折 CF として起用され、衣服用手彫りでも同様の起用をされている。サンダーランド2006年8月23日にイングランド2部のサンダーランド AFC へ移籍金170万ポンドで加入。デビュー戦となった同月28日のウエストブロムィッチアルビオン FC では左サイドで先発出場を果たし47分に ニール・コリンズの得点をフリーキックでアシストしたが、ロイ・キーン監督の下では、ロス・ウォレスの後陣を排していた。それにもかかわらず、9月16日のレスターシティ、FC 戦で途中出場するとすぐさま初得点を挙げ、2007年1月1日にも同相手に得点を挙げた。シーズン終了後に、クラブは2部を制し一部昇格が決定したものの、非戦は翌年1月に、 子供が誕生する関係から母国スウェーデンへ戻ることを申し出、対談が決定した。ヨーテボリ FC、不老人間に移籍したマルクスベリの後釜として、2007年8月、下旬に移籍金非公開、2011年までの契約でアルソベンスカンの衣服ヨーテボリへ加入。これで、同クラブでプレーする5人目の非選挙となった。 同年は途中加入のこともありわずか6試合出場だったものの自身2度目となるアルスベンス間優勝を経験しかしカップ戦は決勝戦でカルマル FF に0から3で敗れ2冠とはいかなかった翌2008年は全30試合に出場とレギュラーの地位を確立リーグ戦は3位に終わったが昨季と同じカルマル FF とのカップ戦決勝では PK 戦の末後から読んで勝利試作機の借りを返すことに成功した。2009年は18得点で、ライバルクラブであるガイスのブラジル人、ワンデルソンと共に得点王となり、好調なシーズンを送ったものの、クラブはリーグ、カップともに、アイク、ソルナに次ぐ2位に終わり、推しに連覇とはならなかった。2010年はシーズンを通して、数度の継承に見舞われるも、 10得点を上げ2桁に乗せることに成功。2011年には元同僚マティアス・ラネー・ギリの21得点に次ぐ29試合16得点で得点ランク2位となり、この数シーズン活躍したことからリーグ最高の選手の一人として考えられるようになった。その結果、同年7月にベルギー一部のクラブブルッヘからオファーが届くもそれを拒否し、 クラブと契約を4年延長した。上海等は、上海上校2014年、中国の上海等足玉クラブに完全移籍した。2002年から2004年まで選出されていた U-21 代表では、2002年2月13日の U-21 リシ所戦で65分に、パトリック・ヨンソンと交代出場でデビュー。2003年11月に、 UEFAU-21 欧州選手権2004予選プレイオフの U-21 スペイン戦で一得点を上げる活躍を見せ、チームの本大会進出に貢献。本大会では次々と勝ち上がっていき、準決勝に到達。最終的に U-21 セルビアモンテネグロと、 U-21 ポルトガルに敗れ最終的に4位となったが、再度の中心選手として、ステファン・石崎ヨハン・エル・マンデル、フレドリック・スターマンらともにチームに貢献した。2005年1月に韓国との親善試合で、ラーシュラーゲルベック監督のもと A 代表初出場を記録。2009年6月8日に、ヘンリク・クラーションの弟が成去したことで、2010フィファ、ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のマルタ戦前に同選手の離脱が決定したため緊急追加の形でラーゲルベック監督率いる代表に約3年ぶりに招集され78分にマルクスベリと代わり途中出場した2011年及び UEFA ユーロ2012予選になるとエリック・ハムレーン監督の下で定期的に招集され6試合4得点と結果を 残したことから本大会のメンバーに選出された。ありがとうございます。